ごきげんよう、山口彩希です。YouTube に上げて大丈夫？大丈夫、大丈夫。投げてみ、敵みたい。ありがとう。イエー、かわいい、はいはい、ありがとう。で、くるってして、くるってくるってありがとう、めっちゃ嬉しいわ。頑張って積んでるところ頑張って直してるところ。二人でな、女二人でこの大荷物、すごいよな。ほんまに見てこの汗。暑い。マスク外す。外す。さおちゃん、今日はありがとう。こちらこそです。本当に。聞いてくださ、めっちゃみんな暖かかったやんな、鳥取の皆さん。うん、みんな優しい。本当にありがとうございました。聞いていただいてありがとうございました。じゃあ、これからも思いを届けられるように頑張っていきたいと思います。またさおちゃんにもサポートしてもらいたいなと思います。頑張ります。さほっち、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。山口彩希です。いつものノリかよということで、今日はさほちゃんと一緒に鳥取に来てます。ヨナゴです。ということで、今から一緒に飲み歩きたいと思います。レッツゴー。今日は16時半より。あ、そうなん。今日ピンポイントでお休み。今日ピンポイントで休みなん。うわ、せっかく紹介してもらったのに。本当にユラクさん行きたかったな。あの、サバシャブ、サバシャブ、ここあのいいよって教えてもらったのに。ということで、閉まってたので、今日がピンポイントで閉まってたので、違うお店に行きたいと思います。どこ行きますか。どこ行きましょう。素敵なお店がたくさんあるから。そうやね、迷っちゃう。先気になったところ行こうか。あ、そうですね。な、走る走る、オッケー、走る走る、俺たち、なんだか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 そういうスコアでしか知らん。けど1個もらえない。え、キンキラキンのももらっていいんですか。1個キンキラキンのもいいですけど、はい、お金とかにも。あ、もう全然全然。これ甥っ子にあげます。どれがいいんやろう。いや、詳しくはないですけど、私もこれなんか強そうなやつ。心は子供なのでいいですか。これにしようかな。分からんけど、もう何がないか知らんけど、私はこの子、かわいい。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、室です。で、サホちゃんがちっちゃく見えるよ。すごい。もう水割り、梅酒の水割り。さらにリンゴ酒とかもある。気になる。なあ、秋はビールにしたいねんけど、柚子香るって書いてるの気になるんけど。柚子香るビール、素敵、うん、ちょっとやってみようかな。こんな感じ。いい、ね、うん。やっぱ鳥取って白いかが有名なのかな。白い香らしくます、うん、キムチもある。掘りごたつ式、掘りごたつがいいよな。ねえ、久しぶりこういうの。締め物から落ちてしまってるわ。あの、もう後ろから行ってます。天ぷら7種盛り頼みました。あ、鳥取の甘いのもいいです。出雲のし、鳥取の汁です。鳥取のな、あの、らっきょう頼んでんな。そうそうそう。あと白いかおろしポン酢が、ポン酢も頼みました。鳥取らっきょう、よし、そうしようか、二人で書こうか。じゃーん、ジョブル書いたら、バニラアイスとフライドポテトの無料らしい。早速ちょっと最初食テンション上がってますけど、早速書きたいと思います。グーグルに乾杯しよう。これ柚子香るビールと梅酒のソーダ、水割りか。乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。美味しそう。じゃじゃん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 。で、お通しがプロタクでした。まさかの、すごい。これはテンション上がる。また飲んで。あ、なる
かリューズのなんか入ってんのかリキュールみたいなのか分からんけど、へえ、ちょっと甘い感じか。でも美味しい、そんなに甘くないか。お皿葉っぱなんかわいい、こうやってお塩を手拭いてピントが合うね。へえ。そんなして一生懸命頑張ってんね。うわめっちゃかけちゃってんけど、めっちゃかけちゃった、なんかめっちゃ美味しそうやんか。ねえ、素晴らしい、美味しそう、すごいアングル。初めてやねんけど、白イカ茹でてんねんな。あー、なるほど。え、茹でてないかな、生かな、ちょっと半茹で、半茹で。あ、めっちゃ出るこれやろ。美味しい、激うま、激うまやな。海苔巻いて食べるパターン、地味揚げとか。うん、うま、美味しい、イエイ。つかめない。これは、鳥取らっきょうです。鳥取らっきょう、知らん、鳥取らっきょう。どうですか、お味は。たまに取り出してください。うん、美味しい。キュインって苦いやつあるやん。 あれがあんまりないかも。私も、うん、なんかだいたい金出すけど、出してくせがね、うん、美味しい、美味しい。そして少なめですね、うん、結構甘め、うん、食べやすい。これ口醤油の方がいいんかな。うーん、どうなんですか。あ、こっちでいい。はい、わーってやったらいいことでいい。あ、こっち押せたし、シュポシュポシュポってなるんかなと思って、押してへーとか出たらちょ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 。私もちょっと傾けたらドバーって。やんな、難しい、うち何も分かりません、そういうことは。え、待って、これでかない？え、待って。ちょっと待って、サイズ感エグ。これ取ろうと思ったらもうニョミニョミニョミ、ビッグすぎ、ビッグサイズなんですけど。ゲソ、え、すごい、これ絶対美味しいやん。絶対美味しいなあ。え、どうしよう、2個あるやんな。あるわ、ちょっと、取ってみて、取ってみて。あ、いいんですか、うん、ありがとう。足入れさせて、ちっちゃすぎる、ちっちゃすぎる。え、これポン酢かかってんじゃん。もう一回、あ、ごめん、なんかダミーしてしまったから失礼しました。あー、そう、醤油で食べます。はい、あ、取ってない、めっちゃでかい。でもなんかでっかいの取ってしまってごめんなさい。いや、全然遠慮なくどうぞ。白イカ、初めて食べるかも。美味しい、美味しい、お醤油でも美味しい。あ、そう、うん、うん、めっちゃ美味しい。あ、待って待って、真ん中のちょっとこれ痛いと思う。めっちゃ美味しいやん。うん、大根もらいすぎた。うん、大根取っていいよ。美味しい、この平べったいのも食べたい。うん、どう、美味しい。平べったいのいっぱい入ってない。なんかここめっちゃ太っ腹。そう、太っ腹。美味しそう、ポリポリ。真ん中もね、ちょっと味するから醤油つけた方がいいかな。めっちゃ美味しい。やばいな、こんなプリッとしてんねんな。うん、へえー、美味しい。こりゃお酒が進むぜ。やっぱ100円の回る寿司とは全然違いますね。違うなあ。あれはあれで、まあ、美味しい。そう、あれはあれで大輝も大ファンやけど、うん、確かにな。美味しい、幸せなあ。プロタコ美味しすぎるわ。最初に感謝です。ほんと、なんかいろんなことをさ、活動してるとさ、いろんなことに感謝できるようになってきたわ、アイコン。な、音楽活動して初めてな、生きていく中でさ、いろんなところに感謝。そうそうそう、なんかね、小さいことで、ほんまにありがたいな、ほんまに思うから。なあ、ぷくりとはどうしまったんですか。じゃあ、天ぷらの話しまりの方になりますね。天ぷらの方も話しますね。はい。めっちゃ美味しそうやん。話もあった。多分キス。
エビ、シイタケ、ナス、シュシと、あとは玉ねぎ。これなのな、あ、白ネギや。白ネギって言ってたもん。すごい。小鳥さんなんじゃ。あれ食べたことあるんですか。いや、ないないない。ないけど書いててさっきメニューに。あ、なるほど。そう、記憶力がめっちゃいい。やばい。不思議な音し出てくるとかありますよね。ある。なんかめっちゃ枯れてる煮物出てきたしやある。枯れてますやん。そうやなみたいな。最悪霧吹きかけてくれたらいいけど。これででも300、400円かとかだったらさ、千言ったら1000円弱はかかるわけやん。って思うよな。ね。まあ店によるけどな、ね。ここはもう最高やな。ここ最高すぎる。皆さんもぜひ行ってみては。いかがでしょうか。なんかちょっとシシトもらってよろしいですか。どうぞ。私はシシト大好きです。天つゆもポカポカです。めっちゃいい音。ASMR ASMR。なエビさ、半分こしよ。あー、いいです、あ、尻尾の方好きやねんや。どっちどっち。あ、尻尾食べる派です。食べる派。いや、私、下じゃ。やった。尻尾の方が好きなんです。だから、もうこの辺まで行ってくれていいよ。尻尾、ちょっと身あるぐらいでいいから。あ、かじっていいんですか。もちろん、かじってください。じゃあ、お酒に失礼します。あ、幸せです、こうやってご飯を分け合って食べるなんて。うん、か美味しい。めっちゃ美味しい。やば。美味しい。よかったよかった。もう可愛すぎて無理。無理。おばあちゃん可愛すぎて無理。もっと食べ、もうあと一口食べよ。いやいやいや。もう十分堪能しました。マジで。ありがとう。めっちゃ美味しかった。じゃん。秋の大好き、うん、秋の大好きな尻尾を譲ってくれました。でも尻尾美味しいですよね。尻尾美味しい。ごめんな。全然こんな、こんな大人で。いやいや、全然全然。譲り合いの精神。うん。じゃあ、でっかいけど私、ナスビもらってもいいですか。もちろん、ナスビいっちゃって。めっちゃ好きなんで。じゃあ、食べようか。ナスビ好きな人多いよな。ねえ。うん。天ぷらのナスビってでもあんま食べへんかも。へえ。うん。まあ、確かに。うん。おいしい。めっちゃおいしい。うん、よかったもん。天つゆ結構あっさりしてるな。ねえ。うん。なんか久しぶりに天ぷら食べたかも。うちも。天ぷらうちで作ることはあまりないかな。天ぷら難しいもん。油跳ねるし、跳ねるし、ビトビトになるしな。処理がしかも油ってもったいないやん、あんだけ。あ、そうそうそう、揚げ物ってそうやんな。あ、なんとかして使われへんかなとか思うけど。そう、でもなんか油って酸化するらしいから。あ、そう、2回使うのは良くない、ね、そう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 。その頭の方も、下多分ネギ、これネギやろ、うん、白ネギの方が頭の方もらう。え、ニコついてるよな、これ。ついてます、ついてます。いいか、味のためにいただきます。ネギです。多分鳥取産のネギです。うん、甘い。へえ、甘めのネギ。じゃあちょっとゆっくり食べたいと思います。大変美味しかったし、店員さんも大変よく対応、優しく、いい対応でしたみたいな感じかな。どうやって書くのこれは。とりあえず星マークつけて。あ、なるほど。ちょっと書いてます。山口愛ってめっちゃフルネームで書いてますけど、いいですか。他にアカウントあるんや。もう星5でしょ。ねえ、星5しかない。食事も5でしょ。サービスも5でしょ、うん、雰囲気5でしょ、う
ポケモンカードありがとうございますって書いてる、うん、ポケモンカードちょっと Google の口コミ書いて、ほんまにあの心からその思いを書いて、バニラアイスとポテトフライ頼みたいと思い、あのもらいたいと思それ狙いじゃないんです、それ狙いじゃないけど、そうここのお店が本当に良かったっていうことをしっかり書きたいと思います。あの投稿書かせてもらったんですけど、ね、Google でいやさかって言って調べてもらって、あ、いやもう投稿、感想を書いて、あ、ですか、ありがとうございます、アルフォートです、あ、ありがとうございます、もう全部ゴンしておきました、はい、ありがとうございます、すごい美味しかった、何がいいですか、バニラアイスとフライドポテトで、あ、フライドポテトにするなら味が選べるんですけど、私じゃあバター醤油、バター醤油、いや、バター醤油やねんけど、どうしよう、あ、でも海苔塩にしようかな、海苔塩とバター醤油、はい、お願いします、バケバケしました2人とも絶対バニラアイスって書いてるのに2人ともポテトやもんな、ねえ、まだ甘いのは大丈夫かな、あれお酒頼もうかな、頼もうかな、頼もうかな、おー撮ってなかった画面外でめっちゃ匂いしたのかな死に神にしようかな、へえ、そうそう、甘口がいいよな、絶対、あ、でも辛口ない、あ、辛口しかないやん、入れそうな、飲めなくはないお料理と合うからな、辛口はな、うん、あ、でも稲田姫っていうのがなんか良さそう、いやいや、辛口稲田姫にするわ、じゃあこの稲田姫にしたいと思います、わっしゃい、あ、みんなレビューかけすぎた、みんなレビューかけすぎて、ポテトなくてタコの唐揚げか、軟骨の唐揚げにしてもらいました、なんかありがとうありがとうございます、で今日本酒と飲みました、うん、ま、いや香りますね、うん、稲田姫です、うん、来ました、稲田姫です、ありがとうございます、2つもらった、嬉しい、さっきに入れましょう、あ、もっともらってて、ありがとうございます、はい、美味しそう、どうですか、飲んでみてください、どう、ちょっとまだ辛口、何何どう、飲みやすい飲みやすいやん、なんか鳥取のお酒って美味しいらしいねんけど、うん、美味しい、美味しい、で辛口かと思ったらそんなに、そこまで辛口じゃん、やや辛口って書いてたで、あ、言われてみれば、やや、やや、美味しいね、これ食べ飲んでイカ食べてみて、一回イカどっちやったっけ、あ、これ飲んでイカ食べるんやったっけな、イカ食べてから どっちか、あ、さっきお酒飲んでからイカ、あ、お酒噛んで疲れてるやん、こちら疲れてます、うん、そう、やっぱり海鮮と甘いの日本酒って、うん、美味しいやろ、めっちゃ美味しい、やろ、おー、やった、分かってもらえた、だからこれ天ぷらも一緒やね、日本料理ってめっちゃ日本酒と合うんよ、うん、なんかお酒って、うん、ありがとう、お酒ってなんか料理と一緒に配合作業作られてることもあるらしい、へえ、そう、それだけ単品で楽しむものもあるし、一緒に料理と一緒に飲んで食べてパーンってなるとき、日本酒単品って確かになかなかね、うん、しんどい時がある、そうやろ、うん、お料理と食べて初めてなんか、あ、そうそう、中和されると思う、うん、ね、少し大人の階段登った大人の階段登ったそうそう、ありがとう、こうやって一緒に飲めるのが楽しいわ、うん、ゆっくりちまちま行こう、はい、ということでゆっくりちまちま行く、さっきから何回も締めてんのに何回も撮ってます、え、なんか刺身、これ多分右がタイで真ん中マグロでこっちがハマチっぽいけどめっちゃカメラの音入ってる、これ何でしたっけ、マグロかな、か、か、ま、マグロやろな多分、うん、マグロしかないやろその色はなと思っちゃうカジキマグロ、カジキマグロ、カジキ、うん、あの面白い思い出があるわ、なんでなん、え、あの静岡のライブの時にちょっとカジキマグロ釣ってきたわって言ってあの映像撮るあははは言ってた、お前はよう覚えてるの、そうや、
おいしい、マグロですね。タイですわ、これは。これちょっと熟成してるタイですわ。確かに、今熟成されてる。美味しい、お刺身美味しい。お刺身、あ、お酒ないよ。飲んじゃった。飲みな。ちょっと、すごい飲みな。早くマグロ食べよう。どう？幸せ。美味しいよな。あれ美味しい。合うよ、お刺身とさ、日本酒がリッチすぎる。うん、おいしい。大事にシェアしよう。おいしい。最高なんですけど。なんかさ、コリコリが美味しいって今までお刺身思っててんけど、違うよな、甘みよな、魚の。そう、わかる、うん、魚の甘みなんよ。ふわっ、あのふわっと香ってくる。そう、香り。そう、めっちゃツーみたいなとめっちゃ、しかそう、もう完全に酔っ払いです。甘み、魚の甘みです。甘みを鼻の奥で味わってます。いかんせん私たちは今日ハードなんで、周りが早いです。周りが早いです、それは分かってください。結構かっこやったから食べて。ハウちゃんなんか、あ、だけど妻だけもらう、あのこれちょっとこれだけもらう、で妻もらうから食べて。え、でも私今1個ずつもらった感じなんで。うん、あ、2個いって、ほんなら好きなやつどれとどれ選んで。君に決めた。私もつまもらう。うん、つま美味しい。美味しいですよね。つま、うん、しそと一緒に食べるのが美味しいですよね。全部いく。あと2個あげる。じゃん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 。あ、じゃつま好き。いや、女の人ってつま好きよな。あ、確かに、うん。お母さんよくお味噌汁に入れてましたし。うん。飾りじゃないんだよ。そうです。なんか、夫の横に寄り添うっていう意味で、お女子意味をいいように見せるために妻っていうことがあるな。へぇ、すいません。そっから来てるらしいで。へぇ、サイルカノもちゃんと食べてありがとうって。そう思いたいです。思いたいです。カイワレがいる。カイワレでもちょっと苦手か。カイワレあんまり好きじゃない。これカイワレなん？いつも思うけど、この赤いの何と思って。分かったらごめんなさい。カイワレの赤いのです。何やろな、お刺身に絶対ついてるやんな。ね、いや、こういうわかめ大好きなんよ。うん、美味しいよね。海の幸ですからね。うん、うん、このやつなんですか。今調べてますけど、ベニタで、ベニタね。読み方が出たら、カイワレではないんやな。これいつもあるよな。めっちゃ辛いよな、これな。ねえ、カイワレではない。カイワレではないよな。ピリッとした辛み成分を持った薬味で殺菌効果も期待できるという。じゃあ食べとかなあかんねんやな、刺身食べるときには。かつては大阪府八尾市の旧法寺地区が全国でも有数の一大生産地と知られ、同市も特産品として PR し続けている。え、そうなん。近い。ほんまやん、すごい。とおトイレ行ってきます。ほんまにこれ無料やで。嬉しい。タコの唐揚げと、軟骨の唐揚げです。かけても大丈夫？もう大丈夫です。レモンかけちゃいます。私はあらごめんなさい。全然いいです。全然いいですよ。ほんまにすいません。全然いい。あ、やった、いい女になった。レモン汁のいい女になったよ。種どんな感じ？いいよいいよ、全然。種なんかすぐ落ちるし。え、じゃあタコ行こう。タコ行きたいと思います。失礼しました。全然気にせんど？せんど？気にせんど？うわ、タコなんかでっか。何これ。タコでかすぎ。あ、やばい。めっちゃ美味しい。おめっちゃ美味しい。厨房まで聞こえてる。
じゃあ私もいただいて。めっちゃ美味しいで。ほんまに美味しい。うん、美味しい。幸せなんだか、うん、日本酒と合いますね。これでも料理ほんまに全部美味しいの、うん、揚げたてやから美味しい。幸せ、うん、ありがとうございます。何だっけ？つがるりんごの水割り。つがるりんご酒の水割り。レッツゴー！全然お腹の具合に合わせて。結構でもお腹いっぱいよな。ボリューミーやったもんな。まあ、ほら8分目ぐらい。なあ、もう結構来てるな。だんだん減っていく、減っていく予定なので。ああ、そう、オッケーオッケー。あそこホルモン焼き肉行く？行ける？そう行こう、行く無理？それか、うんとちょっとあっさりお肉がいいかも。あっさり系行く？ホルモン好きやけど。あそこにホルモン屋さんがあるから。どうしようかな、焼き鳥とかそっち系かな。ちょっと今からちょっとお店決めたいと思います。名古屋、午後11時。へえ。じゃあ2軒目は山内農場に行きたいと思います。行ってきます。気分もあるから、うまいよ。これにします。美味しそう。でも白だろ。野菜めっちゃ嬉しいな。ワインです。レモンマグです。レモンサワ
最終的にたどり着くのはやっぱりなんか歌謡曲なんか綺麗なメロディーというか、ここからこういってここからこうサビいってみたいな構成がちゃんとしてるやつがやっぱしっくりくるような感じです。しかもでもアイキって結構曲作るのでなんかその A メロ B メロ C メロっていうのにこだわってはないねん。なんか B メロが一番大事だと思っちゃってる。分かる？だから B メロをいかにサビにつなげるその盛り上がりを作るのにがそこがミソやと思ってるからでも B メロがそのすごいバッと行き過ぎたらサビが進んでまうからうまいように誘導するようなすごいちょっとだよ。だから B メロに特殊なコードを入れるとか B メロサビっていうのが長いやん。 A メロ1回終わって1周終わってまだ2周目始まるやん。で B 始まってやっちゃってる。だからしかしなかったもんな。ゴキブリのそうもう濃い話をしてましたね。人生とはまで言ったら行き過ぎやけど人生の話ばっかりしてました。もう流されへんぐらい濃い話してました。本当にこんな話をその平成生まれ平成です。平成生まれの2人がずっとしてます。平成生まれとか一緒に確認してるけど一緒一緒。いや面白かったな。次はじゃあラーメン食べてもうゆっくり 眠りたいと思います。イエーイ、まだ行くぞ。行くぞ。まだまだ行ける。まだまだ行ける。田舎やからな。日本、うん、そう日本ラーメン科学研究所に。あ、待って、これあれじゃん、自分らで持って帰る。ちょっと締めにラーメン食べに来ようと思ったら間違えました。そのみんな見てください、もう自分らで食べるやつでしたわ。最悪でしたわ。お店ちゃうんかい。どうする。もう一軒ありましたけどどうします。あ、まあ、もう渋々やけどどうする。どうします。ちょっと前まで行って、そう、あそこにもラーメンってあるけど、えラーメン牛骨行って目の前でメニュー見て考えるのもあり。あ、そうやな。ちょっと一旦なんかまさかのそのなんかあの何お持ち帰りっていうかなんていうのあれは、うん、自動販売機、自動販売機だったんで日本っていうのに惹かれてしまった私らですけど。そう、ラーメン研究所って美味しそうやなって思ってた。そう、研究されてるぐらいやからそんな系美味しいんやろうなと思ったけど、自動販売機だったので、じゃあ他のラーメン屋さんに行きたいと思います。行って考えます、うん、これ何、夜名古駅前交番やって、これ何、夜名古の有名なやつな。すごいじゃん、なんか電車がすごいじゃん。電車取ってます。すごいじゃん、いいじゃん、なんか時計もついてるし、いいじゃん。ラーメンひっくり返ってんな、ほんまに食べて。ラーメンがひっくり返ってます。どういうことなあれは。よく見ましたね。なあ、上か、え、後ろから見るってことかなんかな。鏡写しに見る。そういうので売り出してるのかな。だって牛骨は普通やもんな。ただ単に付けの間違えた。ああ、最悪だ、パターン。かわいそう、お金かかっちゃう。バイバイ。好き。
姫路とかの方走ってるんですよ。山陰鉄道発祥の地らしいです。すごい。兵庫に走ってる電車。へえ。上の方、日本海側多分走ってる電車だと思うんですけど。日本海側、うん、いえいえ、アイクも何も分かってないけど星落としてます。でも星全然万歳に見えたけど、万歳に見えたけど、ラーメン屋さん行きたいと思います。サホちゃんはヨナゴの水にしました。アイクはレモンサワーにしました。めっちゃ美味しそうやん。見て、醤油ナイスやん。前菜も頼みました。え、ありがとうございます。美味しそう。つまみに。美味しそう。ごめんね、なんか。お疲れ様。食べてください。メンマ。メンマとチャーシューも取ってね。ありがとうございます。え、この醤油ラーメン美味しそう。ねえ。うん。飲んだ後のラーメンは美味しいよな。ねえ、締めって感じ。ほんまに。いい夢見れそう。いっぱい取りな。そんな遠慮せんばって。え、今どこの方言ですか？初めて聞いたな。スープ入ればって。どこやねん。どこの方言それ。ネギも入ればって。じゃあ食べてください。実食。じゃあお先にいただきます。はい。だからめっちゃ湯気出て熱そう。熱そうやな。どう？うん、美味しい。あ、美味しいんや。あ、しっかり醤油。あ、マジで美味しい。では、手澤さんめっちゃ好き。美味しい。美味しいやんな。いただきます。レモンサワーね。あ、もやしは食べてないじゃん。もやしは。あ、もやし。もやしはいただきます。はいよ。俺のもやし。俺のもやし。あなたもしよ。よう分かったな。いただきます。あ、うん？美味しい。え、薄くない？そんなもん。え、じゃあちょっと味覚おかしい。あ、でも美味しい。うーん、ダサい。めっちゃ醤油やなって思ってますけど。飲みすぎてちょっと味覚が。なるほどね。麺も美味しい。うん。これで締めって感じ。うん。まあでも飲んだ後は美味しいかも。うん。こってりしすぎてなくていいですね。あっさり。うん。そう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 。でもマイクは好きかも。やっぱ浅い方がいい今。こってりは。最近そのカップ。普通のインスタントラーメン、うん、塩よく食べんねんけど、やっぱりなんか醤油に戻っちゃうよな。うん、醤油美味しいと思っちゃう。醤油はやっぱ日本人の麻薬ですか。うん。外国の人醤油食べたらえってなんねやろ。最初はなんかえってなるらしいで。味がなんか満ちすぎて。そう、すき焼きとかも 甘辛いタレとかもえってなるらしい。へー、不思議に思うらしい。だしの素食べたら気絶するんちゃう。ほんまにな。味しよう。餃子さっき食べたのに餃子ありますかって。ないですよ。ほんまにラーメンの店でしたね、ここ。うん。
味しい。もしかしてお昼はやってるのかな。デカイシみたいなやつ。うん、かもしらんな。こんな話したね。すごい変わったって。スープいる？スープ少ない。なんか時間ありますよ、意外と。娘のラーメンは美味しいですな。鳥取を堪能できましたか？うん、米子です。サバが断念やったな、サバしゃぶ。一言一言が優しいよな。愛情あんなと思う。そういう意味でも鳥取を堪能できた。わかる。鳥取の人と接するっていうのも鳥取を味わうことやからな。じゃあぜひね、関西に来られ、大阪に来られたりとかね、しながら大阪になりの大阪ってなんやろな。うーん、今どこってそうなの。うん、道に迷ってる人をこの場所まで連れて行ってあげるとか、困ってそうな人に自分から声かけてそうやな。で、家まで行くんやろで、あの土足で家まで入っていくんやろいいね、いいね、金銭、金銭でいいねとか言ってもうそこまでしていらんねんっていう。やばいやばい。よく聞くで。それは。それで大喧嘩したみたいな。家まで入ってこられて、まだ家まで入ってこんといてみたいな。まあそれは喧嘩するやん。ちょっと加減がわからんっていうのが大阪人です。ね、ちょっと世話焼いちゃう。うん。必要以上に。うん。迷惑やけどな。おいしい。シェアしたらおいしいな、やっぱり。この量がいいですね。うん。そう。早い感覚。そう、早い。でも、人って少なめで入れるようにしてます。うん。マヨネーズ、罪悪感あるもんね。ね。でも、すごいですよね。ちゃんと毎日お弁当作ったり。毎日作ってない。たまに。作ってるのに見えますけど。そう、たまに作って。まあ、晩ご飯とか、その、は作ってるけど、毎日お弁当は作ってない。たまにピピピって作ったやつあげてるだけ。あですよ。たまに作ったやつ。ちゃんとご飯作ってるのが素晴らしい。いやいやいや。まあ作らないけない人がいるから作るのもあるかもしれない。いやでもな、いらんって言うねん。ご飯いらんって。ご飯食べない時、うん、そうそうそう、ご飯なんかちょっと控えめにしてる時とか、そのタンパク質が欲しいみたいな感じ、あの鶏胸肉を入れたりとかはあるけど、炭水化物あんまり取りたくない。うんうん、そんなんもあるから、そう、あんまりでもだから楽ちんかも。そんなに凝ったやつ作らんでも、何でも食べてくれるか。とりあえずタンパク質、肉系とか、その鶏胸肉とかブロッコリーとか。ボールスターにとんでもないボールのストライクにして、それから、ボイン、イ、ア、イとか結構ね、怪しい。でもまあ、そうかな。じゃんじゃんじゃん、ごちそうさまでーす。スープが終了しましたよ、で。うちらで、そう、うちらで、いや、どうなんやろ。うちらが食べて終わり。電気消えた。あんまや。はい、どこだったっけ、ホテル。こっち。はい、ということで今日も楽しかったね。楽しかった。もうお腹いっぱいやな。めっちゃお腹いっぱいです。米子を楽しめましたでしょうか。めっちゃ楽しかったです。米子いいところ。はい。YouTube で。なんか、あれします？登録します？あ、そうですか。もうでもそんな大したあれじゃないですけど、山口あやきでやってます。山口あやき。山口あやき、どういったあれストーリーと、なんやろ、食べたりとか、ナンパされ、いや、食べたりとか、うん、歌ったりとかしてます。お歌そうですね。弾き語りとか。マジでマジでよー
どこでいやもうどいろんなところで大したあれじゃないですけど、すごい、また調べてください。マジか。はい、湯野の人ですか。全然有名じゃないです、湯野の人ですか。湯野、あ、違う、大阪です。関西今日はほんまに。ほんま関西どこなんですか。関西も普通の大阪市です。大阪市内、市内はい。自分のさ、子供がさ、うん、田舎からさ、うん、大阪行ったんですよ。そうですか。うん、2人とも、チビが2人。そうなんや。うん、そう。それで、関西ってなんか自分としては、なんか怖くて、